まずは、こちらをご覧ください。これは先日、AI カトナさんが X に投稿した動画です。大きく映っている女性の映像は、右上の男性の映像を変換させたものです。現時点では、具体的な動画の作成方法や、この動画のオリジナルソースは確認できていませんが、これが本当であれば素晴らしい進化です。それでは、この動画を詳しく確認していきましょう。動画を再生します。 呃，其实有些人说，哎，这个，呃，直播换脸它的效果不是很好。我现在用的就是这个直播实时录像。那么直播的话，它这个其实已经是很完善的，包括像这种捏脸什么的，它都是一个常规操作。这个东西是不会破相的，就是包括什么戴口罩啊，或者这个吃个饭什么的。就比如说这个吃个饭，等一下我先把这个美颜关一下，不然的话等一下会影响，嗯。 这个吃饭、喝水，然后什么摸脸，然后什么捏脸，这种都是不会影响到，嗯、呃、这个换脸的。这个其实是一个换脸的基本操作。那么什么是直播换脸？呃，那么什么是直播换脸最难的点呢？其实就是几个，一个是这个眼睛。 就是你看这个眼睛的这种就是转动，然后闭眼，还有这个嘴巴，呃，说话的时候很多，呃，垃圾模型它是没有办法去闭眼，这个嘴巴的话，嘴型也是很有问题的，而且牙齿也不行，嗯，牙齿，就是，那么所以说这个。 このデモ動画で解説されているポイントはまず、つねったりするような仕草をしても顔が崩れないということです。現在のディープフェイクの技術では、このように顔に触れたりすると顔が崩れてしまうことが多いです。次に、食事をするシーンです。 このように飲食している映像も正確に変換されています。顔に箸が重なる部分や口の中なども自然な感じです。現在のディープフェイクの技術では、口の中や歯並びの部分がうまく対処できないことが多いので、かなり進化していると思います。デモ動画の中でも、綺麗に歯も変換できているということが述べられています。また、目の動きについても話題にされています。このように、 キョロキョロと目を動かしてみたり、まぶたを閉じたりしても問題ありません。現時点では、この技術についての詳細やこの動画のオリジナルソースは判明していませんが、これらの技術の詳細についての続報が楽しみですね。今回の解説は以上です。それではまた別の動画で。